排水口の詰まりを解消する4つの方法。天然素材を使ってキッチンの排水口の詰まりを解消する方法を知っていますか環境を汚染することもありませんよ。排水口の詰まりを取るのは本当に面倒な仕事の一つですよね。食器や鍋、フライパンを洗った時に出る食べ物や油の残り、 石鹸カスなどがだんだん蓄積されて、排水口を防いでしまうのです。放っておけば水の流れが悪くなるだけでなく、悪臭もしてくるでしょう。排水口付近だけでなく、キッチン中が腐うなんてことになるかもしれません。そんな時、あなたはどうしていますかドラッグストアに行って、排水口の詰まりを取る薬品を買う。 そういう方が多いかと思いますが、自然の力を使って解決する方法があるということをぜひ知っておいてください。化学薬品を使わずとも、排水口の詰まりや悪臭は解消できるのです。排水口の詰まりを解消する4つの方法。特定の材料を組み合わせることで、 環境を傷つけることなく排水口の詰まりを解消することができるのです。市販の薬品は大変効果的かもしれませんが、含まれている有毒な化学物質は、地球はもちろん私たちの体にも害となるのです。今日は市販の化学薬品を使わずに排水口の詰まりを解消する4つの方法を見ていきましょう。1 ホワイトビネガー、塩ホウイサゴ。ホワイトビネガーは、こびりついた油を取り除き、排水口の詰まりを解消するのに役立つでしょう。ホワイトビネガーの持つ洗浄力は、塩ホウイサゴと組み合わせることで、さらに強力となります。材料、ホワイトビネガー、1月2日カップ、125メートル L ホウイサゴ、1月4日カップ、50G。 熱湯、6カップ、1と1月2日リットル、塩、1月4日カップ、50G。使い方、ホワイトビネガーを排水口に流し入れます。5分程度置いて馴染ませます。次に塩とホースナを入れます。10分程度置きましょう。最後に熱湯を注ぎ入れます。 30分程度を置いてから水を流して洗い流しましょう。2. 重曹、塩、レモン。排水口の詰まりを解消するのに使える材料は、他の掃除にも使えるものが多いでしょう。油汚れやこびりついた食べ物の残りを柔らかくし、排水口の詰まりを解消したり、悪臭を取り除いてくれるのです。材料、重曹、 1>, 1月2日カップ、100G、塩、1月2日カップ、100G、レモン汁、レモン5コップン熱湯、6カップ、1と1月2日リットル、使い方、重曹と塩をボウルに入れて混ぜ合わせます。排水口に注ぎ入れます。5分程度置いて馴染ませます。その間にレモン汁を用意します。 レモン汁を排水口に注ぎ入れます。これにより、排水口の詰まりが効果的に解消されるでしょう。最後に、熱湯を排水口に流し入れます。30分程度を置いて効果を出しましょう。目も、一晩置いてから洗い流すとより効果的でしょう。3. イースト。 熱湯にイーストを混ぜて溶かしたものには、排水管を詰まらせる原因となる不要物を取り除く効果があるかもしれません。また、悪臭を取り除くで踊らんと効果も期待できるでしょう。材料、生イースト、1袋、熱湯、2カップ、500メートル L。使い方、熱湯とイーストを混ぜ合わせます。 よく混ざったら、排水口に流し入れます。そのまま一晩置きます。翌朝、熱湯で洗い流しましょう。4. アップルサイダーアビネガーと重曹アップルサイダーアビネガーは料理に使われる食材ですが、掃除にも使える優れものなのです。重曹と組み合わせることで、 排水口の詰まりがすっきりするかもしれませんよ。材料、アップルサイダービネガー、1カップ、250 m ー L、重曹、1月2日カップ、100G、熱湯、6カップ、1と1月2日リットル、使い方、アップルサイダービネガーを排水口に流し入れ、すぐに重曹を入れます。効果を引き出すため、10分程度置きましょう。 10分程度経ったら、熱湯を排水口に流します。注意。排水口の汚れがしつこく、詰まりが解消されない場合は、一度ではなく何度も繰り返して行いましょう。行った後の水道を利用はできるだけ控え、冷たい水を流すのは少なくとも2から3時間の置いてからにしましょう。あなたの家の排水口は詰まっていませんか 今日ご紹介した方法のいずれかを試してみませんかあなた自身や大切な家族の健康を有毒な化学物質にさらすことなく、排水口の詰まりが解消されるかもしれませんよ。地球や私たちの体だけでなく、お財布にも優しいエコなお掃除方法を、ぜひお試しください。